今、金ゲーが届きまして、ちょっとだけ開封動画撮ってます。ちっちゃい。ちっちゃいよ。ちっちゃい。何その。ちっちゃいね。まあちっちゃいね。結構ちっちゃいですけど。金ゲー、金のクジラと書いて金ゲーです。これいくらするの、このいくさ。ら？送料込みで、13,000。このサイズ？これ13,000？ダメ？いや、ダメってわかんないけどさ、もうそういうのとか。なんか13,000あったらもっといいの買えるんじゃないの？いやいやいや、これが大きくなったら、めっちゃかっこよくなんで。すごい。大きくなったらとか。高っ！まあ、そんなもん。普通そういうリアクションが普通だと思う。1年前まではそうでした、私も。いや、何慣れとんの？高っ！じゃあ開封動画終わります。今から開封動画撮ってきます。今回は、何が入ってるんでしょうか。どうも。いた。こちら。これは、レッドキャットウィーズル。レッドキャット？ウィーズル。レッドイットビーみたいな。違う。レッドキャットウィーズル。赤猫って呼ばれてるやつ。わん。これ好きでしょ？大きくなったやつ。テンション低いね。なんでそうわして。かんないもこの間のイベントでさ、これ欲しいって言ってたじゃん。これ買ってて出たじゃん。でもちっちゃくてわかんない。今はね。本当に大きくなるんですか？いやいや、それは大きくなるでしょう。もう発根してるから、根っこがついて。これもう、ここからすぐだよ、すぐ。不安だね。すぐ。詐欺師みたいな、なんか。本当にこの株儲かるんですかね？みたいな。すぐだ、すぐ、みたいや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 。いな。本当に結構かっ育こよくつない？んですか？育つ死もんちじろゃわないですか？ん。もちろんもちろん。全然。あと、ね、これもね、こっちもこれ、赤猫だから。本当だ。なんかベティッタ乗った。ティータのさ、赤猫だ赤から。猫。名前かわいいね。そう。レッドキャットウィーズル。で、え？ほんまか？うるさ。レッドキャットウェイドル。大きくなるの？大きくなるよ。これはまだあれだけどね。分かった。半分信じる。期待する？あんまり。あんまりしてないの？嘘。気づいた頃に大きくなっててほしいの。そうだね。もういいっすか？いくらか聞かないの、今回は。いや、怖いよ。いくら？1万円？こっちがね、どっち？左？結構大きい方が、15000。こっちは、4000。4000？ こっち。いや、ちょっと待って、おかしくなってきた。4000円安いじゃんと思ったけどさ。安くないよ。そうなってくるよね。だんだん。危ね。流されるとこだった。安いんじゃない？安くない。少ない。普通そのさ、ちっちゃいさ、その葉っぱ4000円って普通思わない。普通は？でも、これ、4000って聞いたときにどう思ったの？初感。安っと思った。ほらほらほらほだっら。て今まで散々そのサイズで5万円ですみたいなとこさ、見てきたもん。じゃあ、終わります。今日は、スープっていう、湘南？藤沢の、なんだっけな。どっか、藤沢のどっかの、スープっていうイベントが昨日あってね。それで買った、アガベの紹介です。何、長いね。これ、これ。同じようなのまた増えたね。また増えたね。これ。違うと。違う。そっか。新しいやつです。そっか。
もうさ、あのさ、乃木坂のメンバーが全員同じに見えるのと一緒だよね。まあまあまあ、そうかもしんないね。うん、で、これなんて読むんだと思う？これ。狼人、老人？おお、すごい。老人って読むらしい。うん、老人じゃないの？そうそうそう。自分も老人かと思ったんだけど、老人らしい。へぇ。うん。台湾系？わかんない。それは、ちょっと。老人みたいな感じじゃないの？もしかしたらそうかもしれないね。そっか。でもさ、そのさ、アガベはわかんないけどさ、うん、ステッカーめっちゃかっこいいね。どれが一番かっこいい？かっこいい。本当？うん。これは何？クーポン？これは入場の半チケだね、半券。全部デザインがかっこいいね。うん、そうだね。やっぱアガベ愛好家の人ってなんか、こういうビジュアルへの感度が高い人が多いんだね。うん、そうかも。で、うんうん、そうだね、その通りだと。ヨステビトみたいな人いないんだね。ヨステビトいっぱいいるよ。でも見た目はもうどうでもいいでみたいな人あんまりないんじゃん。こんなおしゃれだもん。うん、おしゃれ。ね。おしゃれなヨステビトかもしんない。うん。捨ててない、おしゃれな人。うん。そっか。そう。よかったね、新しいの。うん。うん。すごい。わぁ、新しい。見たことない。全然違う、今まで。全然違うよね。うん。どんな辺が違うと思う？わかんない。もう、さぁ。ねえ、何回この動画付き合わされるの？うん。まあ、しょうがない。自分でやれや。あ、そうやね。でもなんかさ、別の人の知らん人がおると、ちょうど盛り上がる感じなのよ。ご存じない方とかさ。これが。そうなり、なんかさ。だいぶめんどくさくなってるよ。初心者の、女子にさ、ポケカ教えるみたいなさ、そういうやつじゃん。そういうやつもあるかもしんないし。すごい。すごい、知らなかった。あ、新しい、すごい、かっこいい。新しいよね。これ、またこれ大きくなったらすごいかっこよくなるの。何でも知ってるんですね。これだってさ、これを、植物系 YouTuber の有名な、あの陽介さんの、あの日の園芸だよ。あの陽介さん。そう、うん。そうですか。そう。わかんないけど、ステッカーはかっこいい。うん、デザイン上手だよね。めっちゃかっこいい。あの日の園芸。そう、そういうことなの。いいね、なんか、うん、名前もいいね、うん。はい、ありがとうね。またね。またやってね。わー、やだー。じゃあ終わります。また届いたんで、開けます。なんか箱が大きいんですけど、中は何だろうじゃないよ、知ってるくせに。自分で買ってるんじゃん。いやでもこんなに大きいと思わなくてさ、なぜ大きいのかっていう理由が知りたいわけ。不思議じゃん、こんな大きくないはずだ。うわ、これか。マシュマロ、うん、何？その箱のサイズ、梱包材に対してその大きさすか。うん、何？シールかわいい。シールね。え、まあ、かわいい。とりあえずまず、これですね。はい。これ、赤猫。また赤猫だ。それこっちの方がいいじゃん。レッドキャットウィズル。うん、赤猫。はい。うん、こういう感じです。これ良い？期待持てる。綺麗？はい。で、この下は、もう一個箱があるわ。なんか、あれだね。もう一個箱っていうか、これ、二個連結タイプだ。ってことは、こうして、そして、箱でかっ。はい。おっと、これはあれですね。こうですね。入り口。土こぼれてるけど、まあ後で。
はい。こちらは？こちらはね、ちょっと待ってくださいね。ちっこ。これ。星空。おお。星空です。で、こっちが赤猫。地獄猫って書いてあるけど。かっこいい、何の名前。って感じ。うん、星空。うん、そうっすか。なんすか、そのなんかちょっとため息。昨日も同じの届いてて、ちょっと違う？ちょっと違うね。同じ赤猫だけどね。可愛いね。うん。よかったね。うん。そうっすか。はい。ちょっとぐらついてんだ。まあいいや。何？うん。良い？わかんない。同じに見えるじゃない。わかんないね。確かに。この状態じゃわかんないね。ああ、また育ってくれたらわかるけどさ。そうね。じゃあ、半年後またあの、観測は。半年そんなでかなる。半年後観測させて。はい。これがあの時のあれだっていう。そうだね。そのなんか、ビフォーアフターがあると、ちょっと、そう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 。響くものがあるかもしれん。うん、そうや。そういうことや。ほんじゃあ、ありがとうございました。じゃあまた開封動画撮っていきます。なんでしょうね、わかるかな。わかんないよ。わからけないよね。そうだよ、中身わかんないもんね。どうせ赤目でしょ。あ、当たってますね。買いすぎだね。大丈夫ですか。3つ3つこれは、うん、これね、赤猫、赤猫知ってるでしょ。この前も買ってなかった。うん。これも赤猫。もう一個？これは？これなんだと思う。じゃあ赤猫。当たってる。ね、買いすぎじゃない？また？うん。なんで？なんでかってもういいじゃん。うん、それはまた今後のあれがどうの動画でどうのこうのすると思うんで、うん、ちょっと。ちょっと何もわかんないけど。あのでも赤猫好きって言ってたじゃん。うん、ねえ、それさ、はい、なんか、ミッキー好きって言ってたよねって言ってさ、ミッキーのグッズいっぱい買ってくれてさ。うん、じゃあ動画終わります。ちょっと待ってよ。おい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 。はい。また、なんか届いたんで、開封動画撮ってきますね。うん、知ってるくせに。何が届いたか？自分が注文してるんだから。なんか届いたんだけどって。これあ、こういう感じね。茶番だな。え？茶番だな。茶番だね。おっと、めっちゃ天井まで来てる。いくよ。ほい。おお。これ知ってる。知ってる？うん。モンステラ。ちょっと違うね。違うの？これどうやって開けるかな。そのまま引っ張ればいいか。モンステラじゃないのこれ。モンステラじゃない。ちょっと大変だな。何ステラ？これね、アロカシア。アロカシア？はい。アロカシアっていうのはね、クワズイモとかそっち系？芋か？多分。これ。へぇー。これ。アカビじゃないよ、今日は。うん。それはわかる。これ綺麗だね。うん、すごい。葉っぱが真っ白だね。うん。アガベじゃないのも欲しくなることあるんですね。エムプランツさん。どっちがどっちだろうこれ。まあ後で見るか。アロカシア、マクロフンフンフンバエリガータ、もう一個がアロカシアオドラバエリガータバリエガータか。バリカタ、バリエガータ、バリカタスパ。絶対アドちゃん。親方絶対わざとじゃん今な。親方。
めっちゃ麩が綺麗ですね。はい。どう？麩って何？この白いの。白いのね、白いの。そうなんだ。うん、綺麗だね。うん。なんでこうなるの？うん？突然変異。突然に変異したわけ。あんまり理由になってないですけど。そっちも麩が入ってますね。綺麗ですね。こんな感じ。葉緑体がいなくなっちゃうってことでしょ？そういうことや。本当かよ。適当に言っとる。この辺とか真っ白だよ。全麩？本当だ。これ多分これだけだと生きられないから、うん、根っこでその本体とつながってないと多分生きられない。緑のところで光合成してるんだよね。そう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 。はあ、すごい。すごいね。なんかこっち好きだわ。これ見分けつきそうな気する。アガベより？アガベもね、分かんなくなってきたね。もう見分けつかないもんね。うん。よかったね。はい、じゃあ終わります。はい。今日もまた届きましたので開けてきますね。毎日のように届くね。これまず箱がね、これいつものこのシールですよ。レイトブルーミングさん、いつもありがとうございます。おお、あ、シールついてる。おお、いっぱいタグ入ってる。すごい、いっぱいタグ入ってる。忍者かわいい。うん。ほんで、ちょっと今回比較的頑丈めですね。厳重梱包。これ何？見て。アガベ。そう。分かってきたね。分かってきたっていうか、アガベしか注文してなくない？最近。昨日違うの届いた。昨日か一昨日か分かんないけど。よし。すごい厳重。今回めっちゃ厳重。そうなんだ。配達の時土こぼれちゃうもんね。確かにね。これが、CJ9 ってやつ。CJ9。CJ っていうね、有名な、かの有名なアガベ生産者がおりましてね。え、人の名前？JJ エイブラムスみたいな感じ。エイブラハム？CJ ローリングみたいな感じ、まあ、アガベ農家みたいな感じだね。はい。アガベ生産者かの有名な CJ さんのナンバーがついてるわけ。123みたいな感じで、それの9、 CJ9、 C3PO みたいな感じだね。ちょっと惜しいけど、まあまあまあ、結構頑丈だな。動画の尺が長くなっちゃうな、無駄に。ちょっとつないで場を。つないで、うん、この場をつないだし。ため息すごい。カクタス、カクタスジョッキーじゃない CJ って。確かにね、うん、ジョッキー感あるね。 DJ みたいな。これ大丈夫かな、出てこないか。お、ここ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 、よし。この状態ではまだやっぱり分かんないよね、将来どうなるのかは。何にも分かんないですね。そうだよね、うん、タグが。この人名前は、この人ってCJ9。 え、このこれが、これが CJ9 だよ。種族名がアガベチタノタの CJ9。 はあ。で、おシール、ドラゴンアガベさん。ちょっとタグがいっぱいある。タグがいっぱいある。すごいいっぱいある。え、9って書いてあるよ。え、タトゥーが入ってる。タトゥー、うん、あ、そうだね、そう、タトゥーってか、ね、マジックだね。タトゥー入ってる。タトゥーじゃないの、やば。はい、以上でございますね。よかったね。うん、よかったでしょ、うん、かっこいいでしょ、うん、なんか同じのいっぱい持ったような気するけどね。まあでもこれは CJ9 ということで、うん、これまた1年後とかにまたすごくなるから。うん、わかった。本当かな、うん、
ということで終わります。はい、じゃあまた届いたんで開けてきますね。一体一日に何個届くの？たまたま重なっただけだって。でも毎日何個届いてるよ。毎日じゃない、それちょっとね語弊がある。でも昨日も届いたでしょ。そうだね、一昨日も届いたじゃん。届いかな、あれもうちょっと 2,3 日前だと思った。おーおー、これは何だろう。これタグだ、タグって書いてある。これこの間グラキリス、超巨大グラキリスを見に行った佐藤パキポさんのところのやつですね。え、パキポさんって名前なの？あの、ID が。ああ、びっくりした。ID がね、インスタの ID が。タグだ。はい。To Planets Lovers Around the World。んで、これが、あ、そうだ、これも動画内にできた。プラネッツだね、プランツだ。ごめんごめん。プランツだね。規模でかくなっちゃった。これが、スリット鉢だね。これも動画でしたね。スリット鉢？うん。スリット鉢っていうのは、鉢の底に、このスリットが入ってるわけ。はは。こうやって水はけを良くしたりとか、あとはね、根っこがさ、こうやって入ってくんじゃん。うん、根っこが入ってきたときに、ここに来て、あ、これ太陽だと、地面だと思って勘違いするわけ。うん、で、避けてくれるわけ。そうすると根張りが、本当はぐる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 って巻いちゃうわけ。うん、それが、なんかいい感じになるらしい。うん、それによって、根の成長が良くなって、成長が早くなるよっていう噂。噂ね。本当かどうかっていうのは、やってくれっていう意味で、鉢をつけてくれたの。そっか。うん。これめっちゃ育つよって言われてた。パキポ太郎さんが。全然違う。佐藤パキポさん。パキポ太郎はね、ちょっとね、怒られちゃう。違った？なんか、怒られちゃう。すみません。これがメインだね。これが、今回。梱包が厳重ですね。これなんか動画では、動画っていうか販売これしますよって言った時に、土とかはついてなくて普通に、あ、そうか、植え替えてくれたんだ。もうね、そこは生えてたからね。これ、カキコって言ってさ、小株が出たわけよ。うん、親株から。それを3つ出たから、育ってみたい人いますかって感じで。はい。こちら。ちょっとここを剥がすと時間かかっちゃうんで、このままにしとくね。これがね、うん、ノーネームって言って名前はないの。うん、スタイルオブチカさんっていうところで買ったやつの、この親株が立派なやつがあるんだけど、うん、その立派なやつの子供、うん、子株ですね。じゃあ立派になることがあるかもしれないって。かもしれない、ちゃんと上手に育てれば、うん、結構もうムチムチだね、すでにムチってるよ。そっか、うん、悲しいね。え、悲しいねって。何が悲しいの？なんか医者の息子は医者、東大の両親ともに東大みたいな重圧を感じてるよね。そっか、いいんだよ、そういういいんだよ、ガリガリに育てても。そういう目線なんだね。うん、うん、はい、じゃあいいかな、こんな感じで、うん、はい、ありがとうございます。はい、またじゃあなんか届いたんで開けていきます。なんか届いたって中身知ってるし。知らねえ。あららし、その今のダンボールカッターの縫い物してないや。あららし、あららしいよ。おお。え、何も入ってなくない？これシールとタグだね、多分ね。これ昨日ももらったシール。これ多分あれ、はい、入れ忘れたから、なんか、後で入れてくれたのかな？かわいいけど、これいっぱい持ってる。あ、そこ、その中になんか、お宝入ってるかも、もしかしたら。ティッシュの中に。ティッシュっていうか、トイレットペーパーかな。その中に、タグと、中にお宝入ってんじゃない？入ってなきゃ、困る。
一体何を頼んだんだい。これ何これ何これ無限だね、無限。玉ねぎ状態。なんかいる。なんかいる？草が、草が入ってる。ちっちゃ。嘘でしょ。これね、これなんだっけ？シャークソードかな。シャークソードってやつを、エイトブルーミングさんが、育ててみてって言われたから、育ててみるわっていう感じで、いただいたんですよ。いくらしたんですか？これは、なんかね、ぜひ育ててみてっていう、YouTube のネタにしてくださいっていう感じで。びっくりした。これまた、これ、2万5千円で買いましたみたいな感じかと思った。この。なんで、これはいただき物なんで、大事に育ててますね。塩済みティッシュにくるまったやつ。塩済みはちょっとまずい。2万5千円ぐらいで買ったんかと思っちゃった。焦った。焦った、うん、よかったね、うん。はい、じゃあこれで終わります。はい、今日もまた届いちゃったんで。届きすぎ。え？届きすぎ。届きすぎ？これ。買いすぎ。いいのかね。下積み現金って書いてあるから。そうでしょうよ。下積み自体ダメだって。あー、つまんない。早く開けて。早く開けてほしいの？なんか見たいからね。付き合わされてんだよ。だから見たいもんね。気になっちゃうもんね。別に気になる。早く見たいもんね。どうせ同じような赤瓶入ってる。ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ？分かってる。見なくても分かるようになっちゃったもん。わあ、またこのタイプ。すごいね、この。マシュマロタイプ。マシュマロタイプだね。また、今回は。買いすぎじゃね？買いすぎか？うん。ほら、ほら見ろ。ほら、同じようなやつ出てきた。仕方がね。これ、わかる。レッドキャットウィズルでしょ。違います。違うの？違います。ハデスでしょ。違います。違うの？うん、新しいやつ。今まで聞いたことないやつだけど。ブルー&ブラックでしょ。それね、ブラック&ブルーだから。惜しい。何これは。これはね、海の王。ポセイドン。ポセイドンかな、わからん。ネプチューンかもしれんし。なんで？海王ね、海王。結構しっかりガムテープがくっついたかも。海王だよ。なるほど。そうやってちゃんとそこに固定してくれてると安心ですね。安心ですね。はい。はあ。特に感想はないよね、これ見ても。もうなんか同じのいっぱいいても辛い。辛いか？なんで辛い？その度にこうやって箱を開けるのに付き合わされて。そうか。うん。この動画を。の出演が辛いって？出演が辛いとかじゃない、なんかこういち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 付き合わされて、はい、このイベントに、はい、また同じのじゃんって、うん、タイムリープしてるんじゃないかって感じがしてくる。だんだんまた赤瓶開けてるみたいな。そう、あれこれ体験したことあるぞって私また赤瓶の動画撮ってるって。そう、あ、すごいタグついてる。本当だ、変えよう。はい。アガベ、オテロイ、変えよう。すっごい真っ赤だね、これ。そうね。これストレスカラーって言ってね、うん、アガベがストレスを感じてるときにね、する色なわけ。そうなんだ。じゃあ早く助けてあげて。そうだね。マッサージと。マッサージ？うん。マッサージじゃダメでしょ。そうか。はい。じゃあこれがまた1年後すごくかっこよくなったら報告するね。うん。覚えてられるかね。この動画見せてあげるから。はい。はい。じゃあね。バイバイ。はい。じゃあまた開封動画です。今日は。これ絶対植物じゃないと思う。なんでわかんの？
形がだって長いもんね。四角いし長いもんね。うん、またどうでもいい植物関係ない早く開けなよ。関係ないもん付き合わされてる気がする。でもさあれじゃん、あのここあんま見なかったね。こっちだったね。照明、照明もこんな少ないでしょ。パネル型照明っていう技もあるけどね、うん、クラフトあって、クラフト、うん、はい、いくよ、おりゃ。まだわかんないね。うん、ここも違うね。佐竹産業、うん、お腹いっぱいで眠くなってきたもうちょっとあと30秒、いや1分ぐらい、あと1分ぐらい待ってほしい。きた。あーペンチね。ペンチじゃないよ、ペンチじゃない、なんかいかついな、武骨だね。あーペンチじゃないの、ハサミ。あー剪定用のハサミね。そう、おお、こういう感じ。へえ、黒くてかっこいいね。こっちか、こういう感じ。うん、それまたこれさ、アマゾンって注文したすべてのものの開封に付き合わされるの今後の人生うん、源の政宗だって。うん、政宗だよ、あのセフィロスが使ってるの政宗だから。そっか、うん、あれと一緒。あ、そう、うん、かっこいいでしょ。うん、かっこいい。おお、すごい、よかったね。うん、何切るのこれ。え、これこれで、あの、うん、ケラリアピグマイアの剪定をするよ。うん、でもお腹いっぱいでもう分かんないや、なんか分かんない、うん、かっこよくない。かっこいいけど、かっこいいけど、うん、でも剪定バサミにかっこいいも何もない気がする。形から入るタイプじゃん。うん、そうね、うん、もういいっすか。うん、ありがとうね。やれやれ。はい、今日も開封動画やっていきます。イエーイ、イエーイ、イエーイ。ったこれあれだね、穴が開いてるね。穴が開いてるのは第4種郵便ってやつ知ってる？知らない。第4種郵便っていうのは植物とかを送るときに使うやつで、まあ、安いんだけどちゃんとその中が見えるようにしてねみたいな、そういう感じ。ちゃんと植物送ってますねみたいな。そっか、野菜はいいの？野菜もいい、いや分からん知らん。あらららら、あらららら、ミイラ。うん、何これ、まず何これね、おまけって書いてある。ここ、そうおまけだと思うな、多分黒ひょう。そう解釈できる、うん、黒ひょうだって買ってないもん、うん、おまけかよ、マジか、すごいな。これ、ミイラ、うん、ミイラ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 。キッチンペーパーじゃない？それはキッチンペーパーかな。あら、これ、これ赤猫ですね。うちですね。これね、シーザーです。シーザー。そう。極めればシーザー。うん。知ってる？知らない。何の話してるの？CM だ、CM。ググって。二つ目のミラ。これはね、いやちっこいんだ、なんか。わ、これはシーザーですね。シーザーじゃない。これなんだっけな。ちょっと後で見ないと。何買ったかもちょっと覚えてないぐらい買ってるからな。忘れちゃったな。これなんだっけな。なんかです。後でちょっとあれしとくわ。うん、編集で。自分買ったやつ忘れてよろしくないね。こっちの方が高いはず。高いって？おいくら買って？うん。1万3…。は？バカじゃないの。1万3000円ぐらいかな。このちっちゃい葉っぱで。うん。1万3000円払った。こっち5000円、こっち5000円。なんでバランス取ろうとしたんだよ。なんだっけな、本当に忘れてた。そうでしょ。え、1万3000円払っといて忘れたの。本当に忘れてた。ふざけんなよ。これね、じゅんさんっていうところで買った。じゅんさん。うん。何これ、最後のおまけの黒ひょうらしい。おまけかよ、マジですげえな。初めて買ったのに。おろろろろ。おろろろろ。おろろろろ。おわぁ。黒ひょうだって、嬉しい。おまけくれるんだ。おまけくれるらしい。
よかったね。いつかこれ切れてるけど。そうなの。何買ったんだろうね。ちょっと本当覚えてないわ。でもほら、おまけが今回たまたまいただいただけかもしれないそうだからね。ね。ありがとうございはい、ありまがとうごす。ざいます。ね、なんでこんなちっちゃいやつ1万8000円で買っ1ちゃっ万たの？3000か4000ぐらい。同じだ。信じられな信じられないね。本当に。しかも、何買ったか忘れるっていい。信じられないよ。だっ大たら旅失行にでも連れて行けよ。態。じゃあ、終わります。はい、またまた届いちゃったんで、開けてきます。いくら使ったの？わからん。2そんなこと言わ、万円だ。そういうこと言わないで。何でしょうか、答えお金はかかるのよ。いいものは高いのよ。ただそれだけなの。はない。でもさ、週に何個かのレベルで買ってるじゃん。番号ついてね。5888と5898。いいよ、どんなことどうでも使えれや。付き合わされわあ。そうなの、こっちは。うわ、すご。これはいいぞ。これはですね、まずこ大きいれ方からいこはうね。アガベ、めっちゃ大きい。下のた、赤猫。猫しか知らんのかい。シーザシーザーが違う。ー。青、ブラック、ブルー&、ブルードラゴン。ブラック&ブルーな。違結う。構有名な名前ついてるやつ。多分一回どっかで見たことあハる。デス。あ、惜しい惜しい。違う。クジラ。白毛。そう。白毛です。めちゃくちゃでかいね。かっこよい。こんなでかいと思うんだから、これ小株だと思って。これぐらいだと思ってたから。でっか。おいくら？これはね、でかいからっていうのもあるんだけど、胴切りしたやつの、その胴切りの、残ったやつから生えてる天芽っていうのね。胴切りの天芽。胴切りの天芽で、でっかい株切ると、すぐでかくなるのよ。先生、おいくらっていうの聞いたんです。なんか、前提条サブ件でおラ金かかるわけ。だからただの白鯨のこの大きさってわけじゃないわけ。わかる？前提条件話さないと高いか安いかの判断が、視聴者に誤解を与えちゃうからね。これちなみに、そっ1か、万4千ぐらいで言いす。訳かなと思っ1た。万4千ぐらい。あ、そう、もわかんない？もう。てか、買いすぎじゃね？月にさ、週にさ、月にさ、数十万使ってない？月に数十万？わからんよ、そんなことやったって。そんなことやったってね。とんでない。これだ。これではね、いつか欲しいと思ってて、いつか欲しいと思ってたやつ。フィリグリー。フィリグリーです。ペリグジーチャムみたいな。フィリグリグリズリーみたいー。な。フィリグリーの特徴は、とにかくこの鋸歯って言ったこのトゲのね、数がね、すっごい多いの。で、一瞬で、あ、これフィリグリーだって分かっちゃうぐらい、トゲの数が多い。これ特徴。ね。素敵だね。これ、4000。感そう、動ない。なんか、高い方から言ってると、ちょっとこうさ、許しバラをンス。請う感じやめてくる。4000。カズイさんってことかと。カズイさん。もうないから。じゃあ確認しとかな、ちょっそうだね。おとまけ入ってたんだね。哀れな小株がいるかもしれない。じゃあ今日は、白ゲーと、イリグリでした。でっかいね、これマジで。白毛。よかったね。しかもこのうねうねがなんか、うねうねは多分いずれ取れると思うんだけど、なんかすっげえうねうねしてる。そうだ超ね。いい。よかったね。よかった。白毛は普通もうちょっと小さい小株だったら、もう6000ぐらいで買えるのよ。だけどこれは結構でかいっていうのもあるし、その胴切りの天芽っていうところでちょっとお高めになってると思う。成長がクソ早い。成長が早い。そうっすか。はい。じゃ。はい。じゃあ、また届いちゃったね。これ。これね。もう喋んない。どうして？私すっげえ金使ってると思って。ねえ、ディズニー行きたい。先生、この間行ったじゃん。先月か先々月行ったじゃん。でもあれ、ただのチケットで行ったじゃん。株主優待でね。半分払ったよ。ディズ1ニー枚だけだからね。USJ 行きたいUSJ ちょっよ。と遠いから、ちょっと遠いから。ちょっとだけど、このとバンバン届くアガベを使ったらさ、いけると思うんだよいけるね。と思うよ。余裕で。そっか。まあ、一応ね。あ、これ。またミイラだ。ミイラの入り口がわかんない。
これは一さんという方から買ったんですね。うん。ちっこくなっていく、どんどん。ちっこくなっていくね。どんどんなくなっちゃう。なああ、くなっちゃう。ちっちゃ。誰これは。これ？これもまたちょっとまた忘れちゃったな。何を忘れるのに買うの？ねえ。それ買い物依存症って言うんだよ、そういうの。違う。たくさん一気に買っちゃったから、うん。一瞬忘ほれてら、るだけ嬉で、しい。一瞬忘れてもうるだいけそ、で。アガベ依存症だよ、もう。ああ。これ、いちさん、この間ね、けんけんさんってとこで、会った、リアルで会いました。いちさんから買いました。はい。そうっすか。お友達。お友達、お友達。いちさんすごいんだよ。これちょっと大きな声では言えないから言えないんだけど、すごい人なの。後で、オフレコで、なんすかごさを伝えてあげる。拳が光る。そっち系じゃないよ。そっち系じゃないかどこにいても北の方角がわから。るみアガメとかの、そっちの業界でのすごいっあ、そうていかう、そうそういか。う意味ね。びっくりした。はい。じゃあね、またえ、ね。おえ、この箱にその、待てよ待て、このサイズの箱にさ、それが入ってたの？おかしいって。なんでよ。なんでだえ、ろうね。まだ他にも入っていないや、よ。入ってない。だって買ったのこれだけだから。本当だよ。おまけとかないから。ちょっとこの底にそんな長い棒置いてみて。ね、おかしいって、このひ、比率おかしいよ。ね、絶対もっとちっちゃい箱でよかったじゃん。そうかもしれんね。うん。そうか。メール便とか猫ポスとかで買ったもんね。うん、これで、パッケージ詐欺じゃん。はい、じゃあね、またね。はい、じゃあまた開封動画撮っときます。いきなりテンション低いんだけど。これ多分だけど、箱2つ連結タイプだね。多分ね。多分ね。違ったらあれだけど。今回は結構何にもないの、そんなに。遠方から来たんですよ、この箱。遠方っつっても、大阪？もう近っ。おお、パカーって。すごい。全然ダメだ。よし。じゃあ1個ずつ行きますか。今回何だと思う？アガベだろ。もうわかる。アガベだと思う？アガベだと思う。アガベしかねえと思ったりよ。うん。どうかな、それは。一体。筋肉が使ってるんだ。わお。アガベじゃん。これアなんガベ。かでもちょっといつもより大きいの買ったね。そうだね。ちょっと大きめでしたね。これなんだろう、こっちは。出てて。なんか、タグ的なものが入ってるのかしら。使用済みティッシュ？また言ってる。使用済み使ティッ用シュダ済メだっみて。ティッシュ。こんな綺麗な使用済みティッシュないから。わかんない。すんごい几帳面な人の使用済みティッシュかも。やばすぎだろ。先にこっちから行くか。タグだといいな。あ、もしかして、これは？タグではなくて。株っぽい。株っぽい。何って感じだね。レッドキャットウィズだ、これ。違う？違う。これも、名前また忘れた。撮影する前に名前確認し名たほうがいい前忘れるなら買うな。です。よいしょ。なんだっけな。そのちっちゃいやつが、はい。ちっちゃいやつがですね、オランダのノーネームか、オランダか、US だったかな、ちょっと。
忘れちゃったけど、と名前がない子なのよ、確か。そうなんだ。親株を見て、親株の画像を見て、かっこいいってなったから、うん、買ったわけ。ちょっと名前がなくてね。じゃあ名をつけてあげよう。どっち系がいい？この状態で名前つけられるの？大きくなって。この状態じゃまだ特徴が出ないのか。うん、だからあれですよ。大きくなったら名前つけてあげたら。うん。何系？武士系でいく？武士？うん、ペリー。ペリー？ペリー。え、フェリー？ペリー？ペリー？ペリーってその黒船的な？そうそう。海外から来たんだろ？そういうことっすか。ペリーか、ちょっといまいちだな。もしパンチ効いたやつがいい。あ、そう。ガブリエルとかさ。パンチ効いてない、別に。そっか。来たー。来た。来ます。すごい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こちらは何ですか？こちらはですね、あの、オアハカって言って、はい、あの、アガベ界では有名なそのメキシコの土地があるんですよ。はい。そこにはすごい株がたくさんいるんだけど、そこのオアハカの、はい、の土地で生まれたアガベの種から育てた未生だね、未生。へぇ。で、そこで有名なそのウリエルさんって人がいるんだけど、うん、ウリエルさんが育てたオアハカの未生株、うん、そうなんだ。ウリエル未生というふうに呼ばれてますね。え、すごっ。その育て人がすごすぎて名前ついたってこと。まあそのそこにいるからいい種がゲットできるっていう。へえ。じゃあこれは海外で育って、うん、海外の未生。なるほどね。日本に輸入してきて、今ウリエル未生っていうのがすごくたくさん輸入されてきてるわけ。中の一個で、なんつうのかね、そのまだこの状態だと、まだそのなんていうの、どういう風にもっと化けてくるのかっていうのは分かんないんだけど、うん、今後、うん、ごっつくなるかもねっていう。ここにじゃあ売りって書いてある売り棒 のシール貼っとこうね。そうだね、うん、じゃあ一旦これで、はいはい、まず秒で開けていきます。はいはいはい、開封動画撮ってきますから始まるから。じゃーん。じゃん。わ、すごい。こちら紹介します。うん、アガベ。うん、オアハカ。おう。いいぞいいぞ。これ名前ついてないんだよね。あ、そうだね。合ってる合ってる。ネームドじゃないんだよこれ。すごい合ってる。これは。すごい合ってるよ。そこまで合ってる。これネームドじゃなくて、うん、アガベオアハカの、うん、あのね、メキシコから来たわけ。うん、オアハカメキシコだからね、うん、すごいね。そうそうそう、めっちゃ詳しいじゃん。これメキシコで有名なじいさんがいて。じいさんがいんの、うん、誰じいさん。じいさんの名前教えて。ウリマーさんって人がいたけど。それピクミンやってたからでしょ。その人が育てたやわけ、これは、うんうんうん、ほぼほぼ正解だよ。本当？うん、ほぼほぼ正解。なんでその人はもうね、緑の指を神の手ゴッドゴールドフィンガーを持つ。そうではないと思うけど、人なわけよ、うん、聞こえるわけ、アガベの声が。なるほどね、うん、聞こえますか？水が足りません。光かってことだから、すっごい上手に育てられるってことで、うん、界隈では有名なわけ。なるほどなるほど。いって、ふざけんな。だからその人のやつをなんですよね、うん、もうちょっとだ、もうちょっとだ。分かった？ん？分かった。わーっと、ナイス。これはアガベ、オアハカ、うん、ホワイトベアっていうわけ。ホワイトベア？うん。めっちゃかっこいいじゃん。白いここが、うん、
あの白熊の方向のようと言われたわけ。確かに。そうそう。白熊っぽい。そうそうそう、そうだね。まあ、でもね、そんな最近のね、ネームドだからね、うん、まだちょっと高いけど、まあ少し去年よりは安くなってきたかな。めっちゃ詳しい風。めっちゃ詳しい風じゃん。どう？うん。素晴らしい。何も知らんけど。今回のやつはね、これはね、あの、自己満さんって言って、その、自己満さんのところで買いました。それはお店？お店ではないけど、趣味館なのかな？趣味でアガベをたくさん、あの、育ててる人？え、趣味でこんなかっこいいのをたくさん育ててるの？そう、そんで、これも個人で輸入してるわけ。へぇ。すごいよね。まあ、法人化してるかもしれないけど。それは趣味で。の領域を超えているのでは。うん、もうすごいよね、うん、屋上ですごい株がたくさんやられてるみたい。これホワイトベアだっけ。これこれね、アガベチタのオアハカ、うん、ホワイトタイガー変わってるやん。変わってるやん。さっきまでベア言ってた。ホワイトフローズンドラゴン。これは大グレンヒョウリン丸。うん、大グレンヒョウリン丸。どう？うん、素晴らしい。よかったね。うん。ウリエルミショーな。ウリエルミショー。ウリエルミショーね。うん、お墓ウリエルミショー。アリエルね。それで覚えよう。うん。ジジイ、ウリエルってジジイがね、ジジイかどうか知らんけど。だいたいジジイよ、世の中の8割は。じゃあね、ありがとうございました。終わります。